げえな、転校生。大鳥居明日香さんだよね。水泳もマラソンもインターハイ上位狙える記録だって。私も本が好きで、いいですよね、その本。得意なことは全力でやりたいじゃん。なんだろう、この二人と話してるとすごく安心する。魔法戦に特化した小規模部隊を新設する。戻ってこい、アスカ。私はもう戦わない。中学生の時に一生分戦った。どれだけ離れても戦いの方から追いかけてくる。宿命の声が聞こえた、そんな気がした。死んだ者の分まで生きろ、戦えと。ラスボスが倒れても世界は平和にはならなかった。魔法少女の戦いは終わらない。